さん、あの農学ってどういうイメージかな。まあ大体こういうイメージかな。農学の理念は地球という生態系の中で環境を保全し、食料や生物資材の生産を基盤とする包括的な科学技術及び文化を発展させ、人類の、まあ、ぐちゃぐちゃ書いてますけども、まあ、生きることすべて、これが農学であるということで、分野としては、おそらく皆さんイメージするのは生物学ベースだと思いますけども、科学も必要ですし、場合によっては物理学も十分必要になります。それさらには文系であります経済学だとか社会科学、こういったところも必要になってきます。で、極めて幅広い学問を学ぶことのできる、まあ、これもあのどなたかが作った小さな大学だというふうに言われています。医療から、まあ、ずっと生活から社会とか文学とか、そういったところも含めて小さな大学だというふうに言われています。さて、静岡大学はどうかと言いますと、静岡大学の対象とするフィールドというのは、まあ、静岡県ご存知の方はあれかと思いますが、駿河湾の海底、まあ、4000メートルぐらいですね。で、富士山のてっぺんが3700メートルですから、7000メートルから8000メートルという すごい広い、高低差のフィールドを、舞台として研究ができるということになりますし、ちょっと見えにくくなってますけども、対象とする分野は、生物資源の生産と利用という、まあ、一般的な農学的なもの、あるいは生命現象や生物機能の解明、これは、今で言いますと応用生命科学という部分、まあ、あの生物資源科学科もこちらの方やっております。あるいは、これ環境保全といったものを対象分野としているというものになります。まあ、農学って何だろう、農産物の栽培、まあ、この辺が多分皆さんのイメージしているところだと思いますけども、まあ、こういう技術の向上、加工技術、あるいは社会的な原理とか環境の保全、こういったもの全てを、包括する分野というのが農学ということになります。昨年、2016年、大学全体の改組というのもありまして、募集人員が150名から180名と30名増えました。これは農学に対する、まあ期待というものも含められていると思いますけれども、そこで改組しまして、共生バイオサイエンスの大部分と環境心理科学科、これがまとまって生物資源科学科、60+4=100ですけども、110名という募集人、4つのコースに分けました。で、応用生物科学科はもう少し広い、生命あるいはケミストリーだけではなくサイエンスということで、応用生命科学科ということで20名募集人増やしました。生物資源科学が110名、応用生命科学が70名ということになりまして、180名の募集、まあ、3年次編入とか、地域創造学館の定員というのを5名受け持ってますけれども、まあ、あの農学部として、まあ、募集する人数は180名です。募集人員の内訳ですけども、すでに昨年、試験をやっておりますので、まあ、昨年ご存じの方はあるかと思いますけれども、4つの、カテゴリーで受験をやっております。生物資源科学科がですね、どういう、ことをやっていて、どういう教育あるいはどういう研究を行っているかということを、少し紹介したいと思います。生物資源科学科は先ほど河合学部長から、お話がありましたようにですね、植物バイオサイエンスコースと木質科学コース、地域生態環境科学コース、そして、農食コミュニティデザインコースという、4つの教育カリキュラムを用意しておりまして、これらの教育を通して生物生産技術と環境技術を融合した農学を極めて、農林業と持続可能な社会の発展に貢献をしていこうという学科になっております。で、また取得できる科目も先ほどあのスライドでありましたけど、教職高等学校の教員一種の免許の理科と農業、あるいは測量志望、二級木造建築士、普及指導員、まあ、林業普及指導員や樹木医法といったものが、カリキュラムを、特定の授業を受けることで、資格取得できます。で、また進路としましてはまだ、この学科は去年今年度からですので、まあ、予想されるといった、就職先は種苗や農薬、食品流通関係、紙パルプ関係、あるいは JA だったんですね、の農業団体や、公務員、国家公務員や地方公務員、
まあ、こういったところに皆さん就職していく、まあ、半分ぐらいは大学院への進学もされていって、でこういったところに就職されていく。私の方からはまずその応用生命科学科の学科紹介、まあ、どっちかというと、まあ、研究内容とか授業内容の方を説明いたしまして、その農学っていう分野はものすごく幅広い分野を含んでおります。まあ、当然のことながら農業、林業、水産業、畜産業といった一次産業、まあ、こういったものがあるんですけども、こういったものの基礎となる学問や研究をやっているのが応用生命科学科ということになります。で、こういったものを総合的に言うとですね、要は詳細なメカニズムを追求するとか、要はバイオテクノロジーを駆使していろんな研究を展開するとか、そういったものが応用生命科学になりまして、現在ではそこからですね、さらに発展してその医療や創薬分野の研究ですね、例えば医療ですと、まあ、今うちの学科でやられている研究ですと、まあ、インフルエンザウイルスを、まあ、高感度で検出するような研究を展開したりとか、あと、まあ、現在ではその地球環境問題の観点からそういった、まあ、化石資源に代わるエネルギーを作るということで、そういったエネルギー関係の研究もこの応用生命科学の中に入って研究、まあ、あるいは教育を展開しているというのが実情であります。それでは初めに研究室の名前を教えてください。はい、私たちの研究室は森林生物科学研究室と言います。ありがとうございます。こちらの研究室ではどのような研究をされているんですか？主に、森林から得られる生物材料を使って、まあ、普段の生活にこう応用させていくための基礎研究を行っています。本日オープンキャンパスということなんですが、どのような高校生に来てほしいと考えていますか？まあ、生物や科学に、まあ、とても興味がある学生さんに来ていただければ、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。それでは初めに今日お越しいただいた地域を教えてください。神奈川県です。ありがとうございます。今日のオープンキャンパスに参加する動機っていうのは何かありましたか？家からも比較的近くて、やっぱり国公立なんで一番目指すにはいいかなと思ったので。ありがとうございます。今日実際にオープンキャンパスに参加してみて、こんなことが分かったっていうことがあれば教えてください。校舎がとても綺麗で、すごい楽しいキャンパスを送れそうだなって思いました。ありがとうございます。では最後にですね、将来の希望進路について教えてください。自分は理科の先生になりたいです。ありがとうございました。それでは初めに今日お越しいただいた地域を教えてください。焼津市です。ありがとうございます。今日のオープンキャンパスに参加する動機となったことはどんなことですか？学校のポスターを見て、すごく近くでやってると思ったので来ました。ありがとうございます。今日実際にオープンキャンパスに参加してみて分かったこととかありますか？はい、私は樹木医を目指しているんですけど、樹木医法の資格が取れるっていうのがすごく魅力的だなと思いましたし、あといろんなコースに分かれていて学びやすいと思いました。ありがとうございます。ではですね、先ほどちょっとも出てきたんですが、将来の希望進路について教えてください。はい、樹木医を目指しています。樹木医になって植物園などで働きたいと思っています。ありがとうございました。